イギリスの鉄道史では世界最古の歴史を有するイギリスの鉄道史について記述する。なお、本校ではグレートブリテン島の鉄道のみについて扱った。最初に旅客輸送を行ったオイスターマス鉄道イギリスは蒸気機関車による鉄道を世界で初めて用いた。当初は木製のレールであった。1793年に中鉄による L 型の レールが用いられ始めたが壊れやすいという欠点があった。1820年以後連鉄によるレールが導入されるようになった。最初に旅客輸送を行った鉄道は、1807年に開業したウェールズ地方のオイスターマス鉄道で既存の路面軌道を用いた馬車鉄道であった。1804年、リチャード・トレビシックが 世界初の軌道上を走る蒸気機関車を製作した。最初の商業的に成功した蒸気機関車は1812年に製作されたサラマンカ号でラックピニオン式の機関車であった。その後も蒸気機関車は改良が重ねられ、ジョージス・チーブンソンは1814年初めてフランジが一方向のみである車輪を用いた機関車を開発した。 この実績が認められて、スチーブンソンは1821年、ストックトンダーリントン鉄道の技術者に任命され、この鉄道は1825年に総延長40キロの営業を開始し、蒸気機関車で営業運転を行う世界初の鉄道となった。1830年、やはりスチーブンソンの手によるリバプールマンチェスター鉄道が開業した。 この鉄道では、当初蒸気機関車を導入するか、ケーブル牽引にするかの検討が行われ、レインヒルトライアルという機関車コンテストを実施して、蒸気機関車の採用が決定した。また、ストックトンダーリントン鉄道ではまだ運河や、有料道路のように、外部から所有者が車両を持ち込んで列車を運転することを認めていたり、ダイヤを定めずに、 バータリ的に列車の行き違いを実施したりしていたが、リバプールマンチェスター鉄道からは初めて、鉄道会社の自社所有の列車のみで運行することが意図され、ダイヤを作ってきちんとした運行管理が行われるようになった。これにより、リバプールマンチェスター鉄道を世界で最初の実用的な鉄道と呼ぶことがある。当初は小規模事業者による地方路線が散在していたが、 その後、鉄道の建設が加速した。1840年代は特に鉄道が発展し、この10年間で主要都市を結ぶ鉄道網が形成された。複数の路線が同じ都市間に並行して作られることもあった。この名残は、都市間に重複する路線が相互に接続することなしに付設されていたり、同じ都市に複数のターミナルがあるなど、現在の鉄道網にも見られる。 陶器的な資金が集まり、一種のバブルとも言える、熱狂的な投資がなされたことから、鉄道橋時代とも称される。そのピーク時である1846年には、新たな鉄道会社の設立に関する272もの法案が可決されたとされる。19世紀から20世紀初頭にかけて、これらは、競合他社の買収などを通じて、整理、淘汰がなされ、 比較的大規模な少数の会社が残った。この時期には特に輸送の安全について政府の関与も増大した。1840年の鉄道規制法に基づき鉄道調査員が設立され事故の原因を調査し再発防止策を勧告した。1844年には国会に鉄道の国有化に関する法案が提出された。これは採択されなかったものの 客車の構造に関する最低基準の導入、三等車の連結の義務化につながった。1880年代後半から1890年代になると、東海岸の会社と西海岸の会社で、ロンドンからスコットランドへのスピード競争、北への競争が華々しく繰り広げられ、この時の最高記録では、平均時速が時速 100km を超えることになった。 第一次世界大戦中は鉄道網は完全に政府の管理下に置かれた。乱立していた組織の合併による利点も生じ、戦後鉄道の正式な国有化も検討された。これはすでに1830年、ウィリアム・グラッドストンにより提唱されていた。しかし政府と鉄道事業者の反対により実現せず、妥協案として1921年鉄道法により、 多数存立していた鉄道会社は以下に述べる4大鉄道会社に集約された。ルナーの A3 型蒸気機関車 SR のロードネルソン級蒸気機関車4大鉄道会社の体制は1923年から1947年まで続いた。この統合により会社間で直接競合する区間は少なくなったが高速化やサービス水準での各社間の競争は 引き続き行われた。ルナー、LMS は、スコットランド方面への輸送を競い、ルナーは、蒸気機関車マラードによる、時速126マイルでの高速運転を実施した。LMS は、ディーゼルカーの導入やホテル事業の展開、ルナーは電化、GWR は販売戦略、SR は、イギリス南東部の大規模な電化による、ロンドン近郊輸送の展開など、 それぞれが特色を持って競い合った。この時点でイギリスは世界最高水準の鉄道サービスを実現していたという自負を持っていた。1920年代から1930年代にかけて道路輸送が急成長し、人々が自動車中心のライフスタイルを送るようになったことにより、鉄道会社の収入は大きく減少し、四大鉄道会社の経営状態は悪化した。 1923年の時点で3万1336キロの鉄道網が存在していたが、1920年代末以降、特に旅客の少ない支線が廃止されていった。同時期に新設された路線はほとんどないが、路線や駅の改良、電化などが実施された。第二次世界大戦中にはビッグ法各社は一社に統合された。 鉄道は戦争の遂行を助けることとなり、投資や保守は減少し、設備や車両は荒廃した。戦後、鉄道事業はもはや利順を上げられないと見込んで、政府は鉄道業務を公共部門に組み入れることに決定した。イギリス国鉄も参照1948年にビッグフォーは国有化され、イギリス運輸委員会参加のイギリス国鉄となった。 イギリス国鉄は一つの組織であったが、運行地域によって6つの地域組織に分割された。当初は戦時中に荒廃した設備の復興で手一杯であり、施設の近代化までは資金が当てられなかった。1950年代初めになると、イギリス国鉄は小学ながらも利潤を生むようになった。しかし電化やディーゼル機関車の導入に関して、イギリスは 他のヨーロッパ諸国に遅れを取り、蒸気機関車による運行が主体であった。また旧四大会社の管轄ごとに、車両や施設、運行の規格が異なっていた。1951年、共通規格の蒸気機関車や客車、貨車が導入され、施設や運行を標準化する努力がなされた。1954年には近代化計画が発表され、高速化、信頼性、 安全性の向上、輸送力増強により、より魅力的な鉄道に生まれ変わり、道路に奪われた顧客を取り戻すことが目指された。感染の電化、蒸気機関車のディーゼル機関車への置き換え、信号や路線の改良、必要性の薄い路線の廃止などが盛り込まれた。しかし、自家用車の普及という新しい時代の数勢を考慮しきれず、 十分に試験を行わず請求に導入した新型車両に故障が続発するなどの不備もあり、十億ポンド以上の巨額の投資にもかかわらず、道路から鉄道への復権は実現しなかった。1960年代末までには蒸気機関車が全廃され、新たにディーゼル機関車や電車、機動車が導入された。1960年代初めには安全確保を目的に、 全ての戦闘車両に黄色い警戒色が配され、現在もイギリス鉄道の特徴となっている。1960年代には、鉄道の経営状態が悪く、赤字は増加した。1962年、イギリス国鉄の総裁に任命された、リチャード・ビーチングは、この積み上がる赤字の削減を目指し、輸送量の少ない多くの路線の廃止を提案した。この提案に基づく、 大規模な廃線はビーチングワックスとして有名な施策である。1960年代半ばから1970年代初頭までの路線廃止により鉄道網は総延長19000キロ2000駅にまで減少した。しかしこれによってイギリス国鉄の経営が好転することはなかった。詳細は ビーチングワックスを参照 APT の試作者1970年代には新型機動車特急の導入と信号方式の改良がなされた。1976年にはインターシティ125の名で HST が導入された。この列車は機動車としては世界最高の時速238キロを試験運行で達成し最高速度200キロでの営業運転を行った。 多くの主要幹線で導入されて最高速度160キロであった従来の列車に比べ約25%の所要時間短縮を実現した。時刻表や案内でもインターシティ125というブランド名が表示された。この HST は好評を博し利用者の増加とイギリス国鉄の経営改善をもたらした。インターシティ125は 現在でも広く用いられている。一方、世界初の振り子式車両である APT の開発がなされ、各種新機軸を盛り込んだ試作車が製作されたが、財政難や度重なる重篤なトラブルの発生などのため、営業運転には活用されることはなかった。1980年代には、イギリス国鉄の地域組織が5つの部門に置き換えられ、旅客はインターシティ。 トネットワークサウスイーストその他地域業務部門に分割された。また貨物は列車積載貨物と鉄道貨物配送に分かれた。施設の保守整備は新会社の BRML に分離された。1988年にはイギリスの過去30年で最悪の鉄道事故であるクラッパムジャンクション鉄道衝突事故が発生し35人の死傷者が出た。この後、 ATP の導入が勧告され、イギリス全土で導入されることが目指されたが、高額な費用のため実現に至らなかった。1993年鉄道法の結果として、イギリス国鉄の民営化が行われた。鉄道施設の所有はレールトラックに受け継がれ、旅客輸送業務は民間の列車運行会社に、また貨物輸送業務は即時民間に売却された。政府は、 分割民営化は旅客サービスの向上につながると表明。乗客数はその後1950年代後半のレベルまで上昇した。しかし、分割民営化後、時速185キロで走行中の高速列車が脱線するハットフィールド事故などの大事故が頻発して、鉄道の安全性、信頼性が大きく損なわれた。安全対策に要する支出などによって、 レールトラック社の経営は破綻し、2002年より政府の支援を受けたネットワークレールに改装された。ありがとうございます。